せっかく朝起きて走ってきたのに、走ってきたのに販売してないって書いてました。そんなことあります？パッて入ろうとしたら、パンメアジャンスミダって書いてました。この際ちょっと周りを回って朝の運動でもして帰りたいと思います。あとちょっと食べたいもの、食べたいものってデブみたいなんですけど、ちょっとあの気になってるものがあるので、それを買って帰りたいなと思います。もう眉毛も描かずに来たんですけど、最悪や。せっかく行ったのに空いてなかったから、私はバーガーキングでロングチーズスティックとバーガーを買いました。本当は私新発売のこれを食べたかったの、クワトロなんとかってやつ食べたかったんですけど、1個700何本してセットで頼むともう990円とか1000円とかで、もうお金ないんで、あの安いので我慢しました。どんなけ。今洗濯回してるとこなんですけど、超日常的。あの12時前ですね。いつもならまだ寝てるんですけど、クソですね。私デブなんで食べていきたいと思います。何を頼んだかっていうと、これエビが入ってるバーガー食べます。朝昼ゲームです。めっちゃプスですもん。毎回食べたんですけど、久しぶりに食べたらめっちゃ辛い。もうさ、今日はさ、もう今日はさ、ちょっと運が悪い日だと思うんだ。うん、冷めてるし。た理由っていうのが、今日がね、マイナスまでいかんけど、めっちゃ風吹いてて寒いんですよ。だから冷めました。多分チーズスティックとかもカチカチになってると思うから温めます。スティック若干あったかいけど、これは冷めてる。めっちゃ長い。食べ物をこういう風に扱ってはいけないんだけど、長い。ロング、これいくらだと思いますか？ロッテリアはもうちょっと高いんだけど、バーガーキング100円でした。日本円で1000ウォンでした。温めます。でも多分ね、ロッテリアの方が美味しいのか、そんなん関係ないか、工場で作ってるし。いただきます。うん、あくっ。じゃあ食べて、掃除して、洗濯取り込んで、洗濯干したいと思います。では、最悪です。あのあと洗濯と掃除と、まあいろいろやって、疲れてご飯炊いて休んでたら4時まで寝ちゃって、私今日カフェ行って勉強しようと思ったのに4時まで寝ちゃったので、こっから起きて、昨日買ったかぼちゃを使って料理を2品作って、もうすでに5時半です。カフェに行って勉強するか家で勉強するか、ちょっと悩んでます。どうしようかな。問題が発生。私はかぼちゃの煮つけをですね、かぼちゃの煮つけをですね、こうやって、作ったわけなんですよ。あ、曇った。でもね、韓国のね、醤油ってね、すごい黒いんですよ。あの、日本の濃い口醤油みたいなんだけど、韓国の醤油ってその、なんか出汁とかいろんな成分が入ってないから、本当の醤油、元のその何も入ってない醤油だから、味が日本とちょっと違うんですよ。で、それでまあ、これを作ろうと思ったわけやから、味がね、全然違うんですよ。うん、マジ。もうそっから日本から持ってきた出汁とかを入れて、どうにか戻そうとしたけど、なんか違う。多分失敗。
もう一品作ったけど、私は料理できないんですよね。なので全部前髪やばい寝たから、もう料理私できないので想像でいつも作ってます。はい、ということで、まあ、そんなの置いといて、私は勉強します。勉強ね、別にしなくてもいいんですけどね、あの暇なので本も買ったので勉強します。今5時半ですよね。家の前にカフェがあるので、そこでおばちゃんがだいたい多分7時ぐらいに帰ってくると思うから、それぐらいまでちょっと勉強しとこうかな。시장에갑니다과일사러과일사러집에과일이없어응수고했어그래아직저녁도안먹고그래그래서그래 마을장에먹을과일이없어사러가야돼네시장이제많이닫았네그래도응과일사야지그래어그럼나중에봐거기내가저녁만들었잖아그래맛이없어보여서그랬지아니야깡정은다른거잖아 그거살까근데5000원이좀큰거아니야아까보다그래사자네어서오세요사자사자그래치킨어떻게하니맛있겠다이거응짠오빠짱가오빠짱돈으로샀어요치킨야채랑과일이랑감자집에가서밥먹고디저트로이거치킨먹을게요バイバイ。사이다가좋은데